ホテルニューオータニから内定をいただきました。ウェディングプランナーとして活躍したいと思います。頑張ります。私は入学の際に特待生奨学金を利用しました。奨学金制度の勉強を通して一般常識の知識を身についたので、とてもいい機会だったと思っています。入学の際の面接はとにかく笑顔で臨みました。 ANA インターコンチネンタルホテル東京に内定をいただきました。ブライダルキャプテンとしてお客様に寄り添えるスタッフになれるように頑張ります。学内説明会で5、6社お話を聞くことができましたので、スムーズに就職活動を進めることができました。リゾートトラスト株式会社に内定をいただきました。決めたぜ、第一希望。就学支援奨学金という制度があったことですね。受給が決まってから、試験を受けることができたので、少しでも親の、助けを必要とせずに自力で進学しようということで、その制度を利用しました。アマン東京に内定いただきました。これに甘んじることなく頑張ります。アマンマジックかけちゃうぞ。日本ホテルスクールには JNET という独自のサイトがあるんですけれども、そこでは先輩の過去の就職活動の記録がすごく残されているので、私もそれを活用して万全な体制で就職活動に臨めたことです。シャングリラホテル研修に決まりました。海外のホテルで頑張ってきます。英語専攻科で学び、カナダに10ヶ月間留学し、海外研修制度にも決まったのでとても良かったです。株式会社ミリアルリゾートホテルズに内定をいただきました。お客様も一緒に働く仲間も笑顔にできるように頑張ります。日本ホテルスクールには同じ夢を持つ仲間がたくさんいるので、心強く就職活動を挑むことができました。グランドハイアット東京に内定をいただきました。女性で一番のサービススタッフになる。茨城県から上京したんですけれども、日本ホテルスクールには JHS 学生会館という寮があり、たくさんの友達もでき、学校にもたくさんの友達ができ楽しいです。リッツカールトン京都に内定をもらいました。日本酒の魅力を世界に広めるぞ。私は英語専攻科に所属しておりまして、授業を英語で行うのですが、そのおかげでリスニングなどの能力が上がりました。就職先でも外国人のお客様に積極的におもてなしをしていきたいと思います。